中級構想動画になります。小説は1、2小節ですね。右手左手両手で合わせ練習していきます。で、今日練習するパートまで一度弾いてみます。早速説明していきます。まず右手ですね。1番3番でレとファのシャープ、これを1、3ですね。次2、3、5でこうです。ファのシャープ、ファ、レ。そして1番5番の和音でソミ、2番3番ラのシャープとドのシャープ、次2番5番でドのシャープとソ、そして最後に4番でファのシャープですね。ここまで。今度左手いきます。左手は5番、1番でレの和音、次に2番1番でドのシャープとミですね。このまま左に寄せてです。次に4番2番でファのシャープ、ラのシャープの和音です。そしてこのまま指を広げてドのシャープの和音、こうです。いいでしょうか。ここから左に寄せて2番1番で、はい、次4番2番広げてドですね。はい、じゃあ両手で合わせていきましょう。ゆっくりいきますよ。弾けるとかっこいいですよ、ここ。はい、こうですね。今日はここまでにさせてください。はい、では後半の復習動画でも練習してみてください。